庶民院の本会議場。床に引かれた赤い線が、ソードラインソードラインは、ウェストミンスター宮殿にあるイギリスの議会の庶民、院本会議場の床に引かれた2本の線。県線と訳されることもある。中央の演説台で質問等が行われるが、その中央部と左右の議員席を分ける2本の赤い線である。線から出なければ左右どちらからも、県の届かない距離になっており、 質問等の用事のないものは、ソードラインを越えてはならない規則がある。昔、剣を身につけていた頃に生まれた、無用な争いを避けるための知恵だと言われる。しかしながら、議場に剣を持ち込むことが認められているのは、議員警察剣の象徴として体験している。主営官のみであり、歴史上議員が体験して入場できたことはないので、この俗説は誤りである。 規則や統制に従うことを意味する英塾古藤座ラインは、ソードラインに由来するという説があるが、これも誤りである。現在でも、質問、答弁中にこの線を踏むと、古参議院から、反則、の声が飛ぶという。議会が貴族院と庶民院に分離する前の1313 13年に、エドワード2世が制定した。 スタチュートフォービディングベアリングオブアーマーにより、議場への武器及び鎧の持ち込みは禁じられている。ちなみに、ウェストミンスター宮殿の議員控室にあるハンガーには、剣を吊るすためのリボンが備え付けられており、現在もこれを使う議員がいるという。ありがとうございます。